はい、こんにちは。今日は夫婦やカップル、あるいは家族といったですね、近しい存在であればあるほど喧嘩が絶えなくなってしまうのは一体なぜなのかということをですね、探っていきたいというふうに思います。なぜかというと、なぜこんな話をしようかというと、昨日ボビー・オロゴンさんがですね、暴力を振る、奥さんに暴力を振るって逮捕されたみたいなことがニュースになったりとかしてたんですけれども、2006年にも同じようなことがあったりとかして、今回も本人は否認してるんですけれども、どうやら免れないであろうというようなことがニュースで取り立たされたりとかしています。で、なんでこの、夫婦とかカップル間での喧嘩っていうのが絶えないのかっていうのを、今日は哲学的な観点でお伝えをしていこうというふうに思うんですけれども、主点はですね、ヘーゲルの弁証法っていうものを使ってお伝えをしていこうと思います。あんまり全然関係ない話から入るんですけど、ボビー・オロゴンさんってもう54歳だったんですね。てっきり40いくつか、子供はすごく多いなっていう印象なんですけど、なんて言うんでしょう、まさかもう54とはで、私の父親とあんまりそんなに変わらないから、そんなの年なんだなぁなんていうふうに思ったりしたけど、そんな話はいいとしてですね、今家族という話もしたんですけど、特に今回は夫婦とかカップルといったですね、特にその男女の関係であって、かつ近しくて、接点も非常に多いっていう人たちによく起こりやすいことっていうのを哲学的なところで取り上げていこうというふうに思うんですけれども、何かっていうとですね、最近で言ったら日本人はアメリカとかその諸外国の人たちと比べると離婚率は低いとかっていう、こう一般的な考え方があると思うんですけど、今は実はもう日本ですら、熟年の人たちに多いんですけど、3分の1はもう全体の割合の中で離婚してるんですね。全体の夫婦の中の3分の1はもう離婚しているっていうのが現状なんですよ。でですね、親族関係、要は、お父さんお母さん親子関係だったりと か、夫婦関係とか、あるいは、兄弟関係での、殺人っていうのが、全体の日本全体の殺人の件数の 53% はそういった家族関係による殺人であると。つまり殺人事件が起こったら2回に1回は家族によって殺されている事件だっていうことなんですよね。実際戦後間もない頃と比べると、日本の中のその殺人の件数っていう全体の件数自体は、母体っていうのは減ってってるらしいんですけど、その中の、家族による殺害っていう割合はどんどん年々上がってってるらしいんで、やっぱりこう人間関係っていうのは近しければ近しいほど親しくなっていく一方で、やっぱりその反対も起こってってしまうと、憎しみが増えたりとか苦しみとか不幸とかっていうのが増えてきてしまって、最悪そういった殺し合いとか殺してしまうとかっていうような結果になってしまうと、そんなことも起こってしまうんですね。で、そもそもじゃあなんでそういうことが起こってしまうのかっていうのを、今回はそのヘーゲルの弁証法っていうのの中で3段階にまとめてお話をしていこうというふうに思うんですけど、そもそも人ってですね、人と人が認め合うことによって、その関係性とか、あるいはコミュニティとかっていうのが成立していくものなんですね。じゃあその関係性やコミュニティっていうものがプラスの要素でしっかり固まったにもかかわらず、どうしてそういうことが起こってしまうのかと、要は殺人が起こったりとか、離婚してしまったりとか、破局してカップルだったら破局してしまったりとかっていうのがなんで起こるのかっていうところから入っていこうというふうに思うんですけど、今回ですね、まず弁証法の3段階、どんなことがあるのかっていうと、まず1つ目がテーゼっていう考え方があって、2つ目にアンチテーゼ、3つ目に人テーゼっていう考え方があります。で、人間はとかくこのテーゼっていう第一段階の中のでの考え方にとどまる傾向があって、それが爆発した時に破局とか、離婚とか、あるいは殺人っていうことに決着ついてしまうというところなんですね。つまりアンチテーゼや人テーゼにたどり着くことができれば、そういった、先ほど言ったような3つのような状態には、殺人とか破局とか離婚っていうような結果にはなかなか陥りにくくなるはずなんですよと。ところが人間は我慢ができなくてテーゼっていうところにとどまるから、そういった、悲劇的な結果になってしまうというところなので、今日はそのテーゼ、アンチテーゼ、人テーゼっていうのがそれぞれ何なのかっていうのを簡単にお伝えをしていきます。今日そんな長くないって済むと思います。まずテーゼっていうのはですね、もう自己中心的、自分の考えが全てだというようなところです。結局はそのテーゼっていう衝突っていうのは、テーゼっていう考え方が自分の中、前面に出されていくからですね、前に前に押し出されていってしまうと、例えば何でしょうね、食事の作り方とか食事の食べ方とかで、やっぱりそれぞれが育ってきた環境とかっていうのが違ってくるわけじゃないですか。だからある人には濃い味付けの方が好きで、ある人にとっては薄い味付けの方が好きで、でも薄い味付けを作った奥さんに対して、なんでこんな薄いんだバカ野郎、バーンってちゃぶ台ひっくり返る、今時そんな人いないかもしれないんですけどっていうのがあったりとかして、それが積み重なっていって、最終的に見下り犯をこうバーンと突き出したりとかっていうような状態になっちゃうんですね。で、そのテーゼっていうのを抜けた後に、今度アンチテーゼっていうのが、ここではまだそのテーゼがお互いぶつかり合っている状態なので、衝突っていうのは起こってます、対立っていうのは起こってるんですけど、アンチテーゼっていうのはですね、あれ、でも味を薄くしてくれてるっていうことは、もしかしたら俺の健康のことを考えてくれてるからかもしれないなっていう風に、相手の考え方とか見方っていうのがだんだん理
解できるような段階になってきます。自己中心的なものの見方、要は相手の考え方を受け入れるというか、相手のこういう見方や考え方があるんだなっていうことを意識しつつ、あれじゃあ俺が好きな濃い味付けっていうのはもしかしたら間違ってるかもしれないっていうですね、自分をポジティブな意味で否定をするっていうのがアンチテーゼっていう段階なんですね。だからここまでではまだ考え方が変わっている段階なので、テーゼっていうのは自分中心の考え方をちょっと待ってよ、見直してみようぜっていう段階に移ったのがアンチテーゼになるんですね。でここまでだったら単に意識と考え方が変わってき始めている段階なので、相手にとっては例えば旦那変わったなとか奥さん変わったなっていうふうにはまだ見えない状態なんですよ。ってことで3段階の人テーゼっていうのにつながっていく必要が大事ですよっていうところで、人テーゼは一体何かっていうと、対立の解消に向けて、自分と他人とのですね、解決ポイントに向けてのすり合わせっていうのを実際に行っていきます。じゃあ俺あ濃い味付けが好きだから、やっぱり時々はそういうものが食べたいと、っていうことは普段いつもお前にというか奥さんに、料理を作ってもらってるから、週に1回は休みの日から俺が料理を作ると、その時は俺好みの味付けでもいいかいみたいな感じで言ったら、まあ週に1回くらいだったらあなたの好きな味付けでやってもらってもいいわよっていう風に奥さんも言ってくれるかもしれないと、そんな風にですね、私が解決して味付けの濃いものが食べたい私という中で考えてた問題っていうのが、そうやって週に1回の打開策を見つけ出すことによって、私と奥さんの我々の問題として解決していく、まあ対立を解消していくっていう、これが人テーゼという考え方ですね。つまりテーゼという、自分一人で考えていた問題っていうのをアンチテーゼっていうところに段階を持っていくことによって、私はもしかしたら間違ってるかもしれないと、相手の方が正しいかもしれないとなと、でそれを解決していくために人テーゼ、どういう風な妥協を見つけていったらいいのか、今回の例で言ったら、いつも奥さんに料理を任せっぱなしにしてしまってるから、週に1回は自分で料理をしてみようと、ただしその時の味付けに関しては、旦那さん好みでも許してねってヘペロってな感じになっていくと、そんなところなんですよね。はい。で人テーゼっていうところまでたどり着くようになっていくと、今までは自分テーゼの段階でずっといる人たちっていうのは自分の幸せばっかりを追いかけてしまうんですよね。だって自分の考え方が前面に出てしまってるから。ところが人テーゼっていうところまでたどり着いていくと、自分以外がきっかけになって味わうことのできる幸せとか、相手に対しての幸福を感じさせる瞬間とかっていうのを、与えることができるようになるというところなので、ぜひですね、人テーゼ、失礼しました、テーゼっていう考え方に陥ってるかもしれないと、自分一人で、勝手にイライラしてるだけかもしれないとか、勝手にモヤモヤしてるだけかもしれない、相手に対して怒りを覚えてるかもしれないっていうふうに思った方は、ぜひアンチテーゼ、もしかしたら自分の考え方が間違ってるかもしれない、相手もこんな風に思ってるかもしれないなっていうふうに立ち止まってみることが大切ですと。さらにそのもう一歩上に行って、人テーゼっていうところで、じゃあ相手と自分が2人とも両方とも幸せになれる、解消できるポイントってのは一体何なんだろうなっていうことをしっかりと見極めて、じゃあこういう解決策はどうだっていうのを提示できる、こういう段階まで進むことができて、夫婦は今の幸せを以上に感じ、今の幸せ以上の幸せを感じられる、そんな関係になっていきます。はい、ということで、とはいえですね、じゃあなんでそのテーゼっていう考え方に陥ってしまって、夫婦が別れてしまったりとか、殺人が起こったりとか、カップルは破局してしまったりとかって、要は短絡的なものの考え方とか衝動に駆られてそういう行為に移ってしまうのかっていうのは、次回の動画でですねしていきたいというふうに思います。これはまあ様々な原因が考えられるんですけど、僕がいろいろ見ていく中で、あこういうのは特にその熟年夫婦に関してあまり関係のないかもしれないんですけど、僕ぐらいの世代だったらこういうことが原因で別れてしまうとかですね、僕の同級生でも21、2歳くらいで結婚して、最近聞いたらもうすでに離婚してたなんていうカップルが2組くらいいたので、それはなんでなのかなっていうことは、もしかしてこういうことが原因なのかもしれないというのが見つかりましたので、次回の動画でそれをご紹介したいというふうに思います。ということで、本日の動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバーイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。